筋緊張性ジストロフィーは、筋ジストロフィーの一種であり、筋肉の機能を損なう長期的遺伝性疾患に分類される。症状は、徐々に悪化する筋肉の喪失や、筋力の低下である。筋肉を収縮してからの疾患ができないことがよくある。その他の症状には、白内障、知的障害、心臓伝導の障害などが挙げられる。男性の場合、 早期の脱毛や子供を作れないことがある。筋筋腸性ジ調整時ストロフィンは通常、常染色体優勢遺伝パターンに従って、両親から遺伝する。主要なタイプは2つあり、タイプ1は DMP 系遺伝子の突然変異により、タイプ2は CMBP 遺伝子の突然変異による。一般的に障害は世代ごとに悪化していく。DM1 タイプは、 出生時に明らかになることがある。DM2 タイプは一般的に軽度である。診断は遺伝子検査によって確認される。治療法はない。対処法には腹膜、服服または車椅子、ペースメーカー、非侵襲的溶圧換気などが用いられる。場合によっては、医薬品のメキシレチンやカルバマゼピンが有用なことがある。痛みが発生した場合は、 酸関係抗うつ薬とヒステロイド性抗炎症薬で対処される。筋筋調整ジストロフィーは世界中で8000人に1人以上の割合で罹患している。筋筋調整ジストロフィーは年齢に限らず発生する可能性があるが通常は20代と30代に発症する。成人期に始まる筋ジ,ジストロフィーの最も一般的な形態である。 1909年に最初に記述され、タイプ1の根本的な原因は1992年に確定された。ありがとうございます。